半路株式会社は東京都新宿区に本社を置き、雨を中心とした菓子の製造を事業の中核とする日本の食品メーカー。キャッチフレーズは一粒のメッセージ。コーポレートスローガンは等から未来を作る。スウィーティン・ the ー u t u 宮本製菓所として大正時代に創業。宮本のドロップスや宮本の生玉により、 山口県では有数なキャンディメーカーであった。第二次世界大戦後に宮本製菓株式会社を設立。昭和35年に甘露飴のヒットにより、社名を甘露株式会社に変更する。甘露飴の隠し味は、醤油でセロハン市で個別放送されたキャンディとしては、日本初である。1980年代より、喉飴、グミへ製品の幅を広げる。 売上の大部分がアメガ市のキャンディ専業メーカーである。三菱商事の持ち分法的用会社で売九上六点一生費96.1%を占める最大の取引先でもある。社名はサンスクリット語のアムリタに由来する。甘露とは天から降る甘い色であり、不老不死の薬の意味もある。子供たちに親しまれるようカタカナ表記の甘露とした。かつては 全国各地で、感度を口の童話映画会を開催し多くの子供たちから好評を得ていた。スーパーマーケットなどで、感度製品の購入者に入場券を配布し、当時流行していたアニメ作品などを上映していた。ありがとうございます。